ありがとうございます。寒い中すみません。手袋もせずにです。あのね、先ほど の, あの特別用語、あれってあのほら、基本的に、はい、あのどういう、ね、なんていうのかな、ごめんなさい、あの年金で、はい、入れるような老人ホームなんですか。あ、金額はあのやっぱりきちっとありますけども、金額はあるんです。で、あとはだからやっぱりそこのね、あのお金の面をどう負担を軽減させるかっていうのは、これはなかなかちょっと難しいところもあって、国の制度も絡んでくるんですけども、ただきちんとあの負担をね、きちんとできる人についても、今はあの老人ホームが足りないから入れませんってなってるんですが、ちゃんとそこを負担してもらえる人に対しては特別養護老人ホーム希望者全員が入れるというところで、お金の負担のところはまた一種の会でちょっとそれはあの検討させてくださいというのは、お金がないとね、役所の方にお金がないとそういう負担の軽減策もできないんですよ。だから今の赤字体質のこの役所をね、黒字に変えてよりその特別養護老人ホームに入りやすいように、あのそういう政策を作っていかなきゃいけないと思いますね。ちょっとあの、いやでも29年ですから、まだまだですよ。頑張ってください。もう負担の部分がね、分かりました。ちょっとあの上等にもあの維新の会の議員が3名いますから、本田理恵、飯田、それから浅田っていう3名いますのでね、ちょっとそこにも相談してもらって、それ政策でね、維新の会に入れられるのかどうなのか、ちょっと子ども教育予算というところにかなり手厚くいきましたから、次はその特別養護老人ホームの数を増やすことができましたので、あとはそこに今度は入りやすくするための政策っていうものは何が必要なのかということを、これやっぱり政治で考えなきゃいけないので、そのためには赤字を消さないとそんな政策できないんです。だから自民民主共産の大阪都構想は反対反対って言ってるんだったら、赤字を消さない限りは特別養護老人ホームに入りやすいそんな政策なんか出せませんので、ちょっと一度あの維新の会の方の議員にも言っときますので、はい、ありがとうございます。